体に息を吸うんです。そしてやっと息ができる。でもしばらくすればまた体重で下がってくる。その苦しみを味われたんですよ。そして最後に我が霊を主よあなたの御手に委ねますと言って、イエス・キリストは息を引き取られました。私たちの人生の中で神様は絶対私のこと、僕のことを絶対理解できない、理解してくれるはずがないと思うことがあるかもしれない。でもね、イエス・キリストは人が通る苦しみ全てを味わいました。身内の裏切り、罵り、噂、肉体的な傷も負いましたよ。そして最後に殺されました。私たちが想像を超えるほどの痛み苦しみをイエス・キリストはその33年の中で通された。もっとはっきり言えばその3年の中で人の痛み苦しみを味われた方です。でもそれを良しとされた。イエス・キリストはその後亡くなりました。でもそれ亡くなったら、あ、素晴らしい方だ、それで終わりなんですよ。そしたらどの宗教と同じじゃないですか。でも聖書はそれでは終わらないことははっきりと言ってます。3日目によみがえられた。そして40日間の間に120人以上の弟子たちに現れて、私はよみがえったよ、死に勝利したんだよということをはっきりと宣言されたんです。だからその後に、私を信じる者は神と和解できる、その罪を許される、なぜなら私がそうしたから。だから信仰なんです。良いことをしたからではないんです。悪いことをこれだけしたから、じゃあこれだけ良いことをしたら弁償される、そういうものではないんです。イエス・キリストはそのようにして復活され、そして今天に帰り、代わりに神様を信じる一人一人に神の霊である聖霊がここに来てくださるという約束を聖書を通して与えてくださいました。だから信じている皆さん一人一人には今度は聖霊が共にいてくださるんです。聖霊様が私たちの救いの保証であり、そしてこの地上での生涯最後まで私たちの人生を導いてくれる道案内人、ガイドなんです。イエス様はそのようにして今も共にいてくださっている。僕と家族が、そのバギオで3年間いたとき、バギオっていうのは台風の目って意味があるんですか？僕は向こうでそう聞いたんですけど、合ってます？はい。で、台風本当にいっぱい来るんですよね。下手したら2週間太陽見ないで、もうインターネットも遮断されて家族と連絡取れないことがザラなんですよ。で、僕たちがいた学校のキャンパスは本当にこう守られて感謝だったんだけど、でもそのほとんどの周りはこの斜面に家を建ててるんですよね。で、台風が2010年来た時に、2009年ですね、2009年の10月に来た時に3つ台風が来たんですけども、それは確か1週間のうちでした。1つは行きました。2つ目来ました。でもその2つ目が行って戻ってきて、行って戻ってきてまた行ったんですよ。で、最後にダメ押しでまた台風が来た。で、そのことでもうマニラは全部浸水、そしてそのバギオでも、いろんなところで土砂崩れがひどかったんです。もうすぐ学校の裏も崩れました。で、ある、ごめんなさい、名前忘れちゃったな、プアポって言ったとこかな、そういう教会に、その斜面に建てられた教会だったんですけども、土砂崩れでうわーって全部崩れていったんです。そして家は全部流され、そしてどん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 下に落ちていくときに、あ、プアギだ、プアギの教会の脇を全部通ってその教会だけが残ったんです。そしてその教会は今でもその地域の再興、つまりその町がまた復興するための手助けになる拠点になって、その教会への用いられているってことを僕たちは見聞きしてきました。もちろんそういう中で亡くなったクリスチャンの方もいます。だから私たちは自然の前に、最終的に神様の前に
どうすることもできないんですが、しかし神様はそういう困難の中にあっても神様の守りはある。私たちも本当に神様の技をこれからね見させていただきたいなと思います。そのためにも私たちはイエス・キリストを知り続けていく、そして信じ続けていくことが大切です。皆さん今どんな状況に置かれているでしょうか。嵐のない大波の状態でしょうか。それとも今嵐の中にいるでしょうか。もう目の前にちょっと雨雲が曇っていて、今からちょっと嵐に突入するっていう人もいるかもしれない。でも忘れてほしくないのは、私たちの船にイエス・キリストは共にいるってことです。お祈りします。ハレルヤ、愛する天の神様、このようにして今年から、そして今月からこのチャペルにおける日本語礼拝を始められることを心から感謝します。神様、私たちにさあ向こう岸に渡ろうと、新しい出発、新しい目的に向かって私たちに声をかけてくださり、このように礼拝を持つことができたこと、また一人一人の人生においても新しい出発が備えられていることを心から感謝します。その先がどこにあるのか、またその途中で何が起こるのか私たちには分かりません。しかし私たちを共におられるイエス・キリストが同じ船にいてくださることを心から感謝し、またそのことをしっかりと私たちは心に留め、また歩んでいきます。どうぞ神様、ここにいる一人一人のこれからの人生を、また柏チャペルの歩みをどうか導き続けてください。時に私たちは疑ったり不信仰に陥ることがあります。その嵐の中で本当に私たちの弱さや、また私たちの本質的なところが本当に明るみに出されるかもしれません。でもそのことを通して私たちを作り変え、また私たちをさらに信仰を強くしてくださることを主を信じます。どうぞ一人一人の生活の中に、家族の中に、学校や職場、さまざまな中にあっても共にいて歩み続けてください。これからの歩みを神様に期待します。また今祈りの中ですけれども、いつか一緒に祈りたいと思います。もし今いろんな困難を、まさに今ちょっとその嵐の中にありますっていう人がいるかもしれません。でも今日の御言葉はただのお話ではありません。神様が私たちに、私を信じなさい、なんで怖がるんですかと言ってくださっているので、ぜひその、もし問題、課題、嵐があるならば、それを神様に委ねてみましょう、見ましょう。もし、今神様、その嵐をどうか沈めさせてください、信仰を与えてください、そう願う人がいたら、ちょっと短くていいので、手を挙げて教えてください、その人のために祈りたいと思います。いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、手を挙げたら、信仰を与えてください。この困難を乗り越えさせてください。そういう方がいたら手を挙げて教えてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お祈りします。愛する天の神様、今私たちの中に今問題や乗り越えなければならない課題、また突然のまさかの嵐に見舞われて本当に恐れをおののいている状況です。でも神様、どうか今あなたの助けを必要としている一人一人に、神様がどうかその問題を、その嵐を沈めてくださり、